動画は当館のウェブサイトにも近日中に公開する予定でございます。マークのデザインには日本を代表するグラフィックデザイナー佐藤拓さんに依頼をいたしました。今回佐藤さんからメッセージをいただきましたので、お手元にも配布しておりますが読み上げさせていただきます。横組のアルファベット山種と縦組の漢字日本画が重なってできた形です。横組の山種の文字は縦線を長くし、縦組の日本画の漢字は横線を長くして格子状に組み合わせ、外形を円にいたしました。横組の文字文化が日常化している日本の現代社会において、それを否定することなく縦組の文化が組み合わさり、しっかり根付いている現代日本文化の姿をここに表しています。色は日本画によく使用される日本の伝統色群青色です。そして一見完成していないように見える形に、人の想像力を引き出す日本画の余白という意味を重ねています。力強い単純な形で目立たせることを目的化したマークはふさわしくなく、日本画としての繊細さが山種美術館のシンボルマークには必要なのではないかと考えました。次にシンボルマーク